あれは帰っていくんだわ。カードたちが本来あるべき場所に。ねえ、アイチは、アイチはどうなったの？心配しないで、アイチくんならそのうち戻ってくるよ。どうしてお前はそう適当なことばかり。僕何か間違ったこと言った？お前な。アイチのデッキだ。あれれ、帰る場所を間違えちゃったんじゃない？だったら俺がついでに返してくる。こいつと一緒にな。アイチのブラスターブレード、それを始まりの場所に戻せば全ての歪みは消える。準備はいい？どうした？ごめんなさい、ちょっと待って。無理もないか。歪みが消えても戻ってくるのはエミちゃんが知らない別の世界のアイチくんですものね。やっぱやめとく？違うの、ブラスターブレードを戻す前に私とバンガードしてもらえませんか？どうしてカードファイトなんて。いいだろう。あ、相手になってやる。ついてこい。ありがとうございます。やり方はわかるな？大丈夫です。俺が教えたから。いつの間に。あなたこそ。アイチのデッキだと言ったな。はい、ロイヤルパラディンです。だったら貸してやる。そのデッキはブラスターブレードが入って初めて完成するものだからな。ありがとうございます。イメージしろ。はい。感じる。焼けつく日差しや乾いた土の匂いも。アイチもこんな感覚の中で戦っていたんだね。始めるぞ。いいな。はい。スタンドアップ。ザ・ヴァンガード。リザードランナーアンドゥにライド。クライムスライド。鎧の化身バーにライド。アレンにライド。楽しいか？はい。君が伊吹たちと一緒に俺の前に現れた時、俺は仙道愛知のことなんて何も知らなかった。タツナギタクトから別の人生の話を聞かされた時も、俺にはまるでイメージできなかった。だがお前は嗅ぎ取ったんだろ。ライドしたブラスターブレードから別の世界の匂いを。ああ、最初は半信半疑だったかな。私も信じられないことばかりだった。夢でも見ているのかと思った。だから本当のアイチはみんなから好かれている人だって聞いた時も、嘘でしょって。嘘じゃないわ。アイチには人を引きつける何かがあった。コウちゃんもハートをギュギュッとわしづかみにされたってわけね。そうじゃなくて。え、ギュギュ、やめてよ。どうした？お前のターンだぞ。あ、はい。スタンド&ドロー。何が歪みなのか、何が正しい姿なのか、道を走ってる自分自身にはわからない。だけど自分の道を、世界を広げることはできる。立ち上がれ、私の分身。惑星グレーの神聖国家ユナイテッドサンクチュアリの正義軍、ロイヤルパラディンの光の剣、ブラスターブレード、アビリティブラスト、ファイトスマスター。このブラスターブレードを受け取ったら世界は変わるんだと思う。どんなに辛いことや悲しいことがあっても、ヴァンガードがあれば乗り越えられる。
それは。バーカードでつながった絆の力なんだ。リアガードに4体以上いればブラスターブレードのクリティカルプラス1を得る。おめでとう、エミちゃん。お前、わざと負けたわけじゃないだろうね。まさか。全てはカードの巡り合わせ、運命だよ。思えば運命に振り回されっぱなしだったわね、私たち。でもちょっと楽しかったけど。だよね。あんたに言われたくない。私、今回のことで分かったことがあります。なんだ？ヴァンガードは楽しいってこと。初めて会った人とでもカードがあればコミュニケーションできる。それがヴァンガードの強みね。これお願いします。任せておけ。大丈夫か？すみません。君はヴァンガードが好きか？はい。その気持ちをずっと忘れないでいてくれ。どんなに辛いことがあってもヴァンガードがあれば乗り越えられる。乗り越えるって？イメージしろ。イメージはお前の力になる。ありがとうございま。目覚めたか？ミワ、どうしてここに？そりゃねえだろ、急に倒れ込んでびっくりしたぜ。どこ行くんだよ？お前、カードショップに行くって言ってたよな。うん、ちょっと気の強いお姉ちゃんがいるとこだけど。案内してくれ。え？どうしたんだよ。っていうか、先歩いてんじゃん。場所分かってんのか？これで全部片付いたわね。はあ、目障りだったあの屋敷も綺麗さっぱり消え去った。あんたとの腐れ縁もこれまでよ。そいつは願ってもない話だな。お前ら竜巻一族のせいで俺の人生はぐしゃぐしゃにされたんだからね。私のことデリートしたくせに。まだ言うのかよ。当たり前よ。一生かけて償いなさい。てめえ覚えてろよ。誰が忘れてやるもんですか。なんだと。忘れることはねえだろうけど、でもきっと次に会うときは違うんだよな。こうして私たちの冒険は終わりました。歪みはすべて消え去って、街には平和が戻ってきています。
一人で飲むタピオカミルクティーはなんだか美味しくありません。仙道恵美様、仙道恵美様、いらっしゃいましたら総合案内所までお越しください。もう何やってるのよ、あいち携帯を。うちに忘れてきたみたいで。私がいないとダメなんだから。よっ、ヴァンガードのイベント始まったよ。待ってね、エミリまたか。来ては見たものの、こういう場所は慣れてねえんだよな。その皆さん落ち着いてください。ほらこっちだろ。伊吹さん、ありがとうございます。お前こんなとこで何やってんだよ。今日はイベントに出ることになっていて、伊吹さんも来るんですよね。なんかわかんねえけど今日はそんな気分だったんだ。あいち、なんかこの人怖そうだね。大会決勝で当たった福原高校の人だよ。こう見えても優しい人だから大丈夫。なんか言ったかせ。いいえ、別に。ミヤさん呼び込み後、仙道さんは舞台にお上がりください。仙道、飲み物買ってくれば。ああ、僕のなら大丈夫ですから。気にすんな。本当だ、意外といい人だね、アイチ。し、お、すまん。お、ごめんなさい。あんたお屋敷で。いけない、急いでるの。そりゃどうも。お、うん、なんだこれ。ここで一旦照明を落ちます。私からの呼び込みありましたら、ウルトラレアさんは舞台に上がってください。足元大丈夫ですよね。こちらで誘導しますので、着席するまでには会場すべてを明るくします。了解です。わかりました。さあ、何やってんですか。運ぶだけなのにいちいち着ないでくださいよ。いいじゃないの。なんかこの中落ち着くんだよね。本部で探してましたよ。おっと、いっけねで、皆さん、あのおじさんが中に入ってるんだ。していただきます。カードはお持ちいただけてますか。もちろん。はい、持ってきてます。どったの、スーさん。ちょっと取ってきます。え、スイコ。おう。それ私が落としたの。これが噂のカード。そうよ、つい最近発売されたカードなのに、なんでお気に入りなんだ。やはり仙道さんといえばこれですよね。はい、すべてはこのカードから始まったと言っても過言ではありません。自分自身の今の状況、そしてこの場所にいられることも含め、すべてにおいてこのカードが、ブラスターブレードが僕の中で一番です。何うるうるしてんの。別に何でもないわよ。ちなみに君は何のカードがお気に入り。私は黒い服の可愛い女の子のカードが好きです。
別にいいじゃない、返しなさいよ。あんたのもんって証拠はねえだろう。それにクランが違う。へえ、私のクランを知ってくれてるなんて。わかったわ、サインでいい？拾ってくれたお礼として。そういうことじゃねえよ。申し訳ないけどすぐ戻らないといけないの、だから返して。悪い、脅かすつもりはなかった。これはあんたのもんだ。何やってんだ俺。なんで無造作に手を出そうとした。最低じゃねえか。何なのあいつ、最低。黒い服の女の子、そんなのあったっけ。レイブンヘアードエイゼルは黒いけど、可愛いよりかはたくましいっていうか。いえ、ごめんなさい、なんかよくわかんないこと言っちゃった。お待たせしました。すげえピカピカじゃん。コーリンさんの熱い語りありがとうございました。いやー、ブロンドエーゼル最高っすね。あ、もちろんセシリアも最高っすよ。では次はスイコさんお願いいたします。 おっとこれは珍しい。最近発売された人気のカードですよね。ブラスターブレードとブラスターダーク、違うクランの協力によってより強いパワーを発揮できるこのカード、ちょっと意外かもしれないけど、私にとってこのカードは人とのつながりを示す特別なカードなの。特別なカード、でもレアカードじゃん。新規のカードより楽しむよな。会場盛り上がってたからよかったけど、ちょっと意外だったな。そうね、なんであのカードを紹介したかったの。それではアジアサーキットの覇者、そしてヴァンガード甲子園でも大活躍されました仙道愛知さんの登場です。この会場は悪魔軍団ジャマーが乗っ取った。みんなおとなしくしろ。ジャマー、おっと、予期せぬことが起こりました。皆さんここはおとなしくしてください。ずいぶん雑な設定の悪役だな。邪魔邪魔、おやだ、顔見えてるぞ。名前を呼ぶんじゃない。さて、ここにいる会場のみんなには悪の軍団ジャマーに入っていただく。そのために入団試験を行う。誰かこのジャマーに入りたい奴はいないか。だったら僕とヴァンガードで勝負だ。お前、悪役とカードで決着をつけようとはどういう要件だ。アイチ頑張って。なんか見てらんねえ寸劇だな。伊吹浩二さん、待ちなさい。このブラスターペアがお相手するわ。ペアだと？お前一人じゃないか、ジャマ。そんなことないもん。え、お、セリフを言って。え、いいから。ブラスターペア登場。お前たちは間もなく放送する新番組の魔法少女の二人だな、ジャマ。ものども、あいつらを引っ捕らえろ、ジャマ。リア、ライズ。え、あれ？いいね、それ。リアライズ。それもらっていい？みんなの心を込めて。
さっきはごめんなさい。カードを拾ってくれてありがとう。感謝するわ。いや、別に偶然だけどな。偶然ね。でも、よかった。あなたに拾ってもらえて。じゃあ。あ。何？なんでもねえ。じゃあ。うん。あ。どうした？いや、忘れてくれ。いいわよ。今ここでな。スイコさん、時間です。着替え急いでください。久しぶりのイベントだったけど、みんな盛り上がってくれてありがとう。じゃあみんな、掛け声はいいかな？そういうことだよな。サンガンデーザ・サンガンロLadies and gentlemen, are you ready? 信じること、それが全て。未来を呼び寄せる鍵さ、運命なんて言葉はダサい。この瞬間のためにや、誰よりも何よりもいち早く掴む世界、宇宙を超えて。ふざけんなって。それおめえがダメなんじゃ。お乗りください。お前はウルトラレアの竜なぎ財団からのお迎えです。詳しいことは後ほど。嫌だと言ったら、あなたが後悔するだけです。拒否権がねえなら先に言えよ。太陽が星空を隠した、見つけてと誰かがささやく。いつもと違う目覚めの時、世界が始まる音を聞いた。灯台の安心音に紛れた、ほころびのかけら探してみよう。過去今未来地図広げて